GDL イコールジオメトリックディスクリプションランゲージはアーキキットライブラリーオブジェクトのプログラミング言語でそのカナダドルオブジェクトのファイルフォーマットは GSMGDL のオブジェクトはオートキャドのブロックに似ているブロックと違う点はパラメトリックであることで2次元と3次元の機能が連動しているため断面図では側面平面図では上面 d では投影図など どの視点からも正確な表現を得ることができる。GDL スクリプトの主な役割は、アーキキットのライブラリー部品を定義することで、3D モデル、3D モデルからの断面、立面及び平面の投影、2D シンボル、UI 表示、リスト情報を定義できる。アーキキットの各バージョンには家具、窓、ドア、樹木、人物、車、 建設部材などのデフォルトライブラリーが含まれている。詳細でパラメトリックなオブジェクトを販売している企業のウェブサイトもあり、樹木、人物などデフォルトライブラリーには含まれていないような、より優れた多様なオブジェクトが提供されている。GDL は無償提供されており、グラフィソフト社の LP ズマルコンバーターや g d l ウェブプラグインなどの無償ツールを使用して、 GDL のオブジェクトライブラリーの開発が可能。GDL プログラム言語はベーシックに似ており、同じような制御構文や変数論理を持っている。GDL の 2D よび 3D では、すべてのモデル要素がローカル座標にリンクしている。必要な位置に要素を配置するには、座標を必要な位置および向きに移動し、その後要素を生成する。座標に対する移動、回転、伸縮は、 変換と呼ばれる。変換は、スタックとして保存され、さらに変換を行ったり、変換の一部を削除することも可能。GDL は介護官となっており、アーキキットライブラリー部品を作成したアーキキットの継続バージョンで開くことは可能だが、それ以前のバージョンで開くことはできない。詳細な技術情報については、アーキキット最新版の GDL リファレンスマニュアルを参照。 ありがとうございます。